旅行会社の人が新商品の打ち合わせをしています。どんな旅行商品を開発することになりましたかでは、来年度に発売する旅行の企画ですが、対象者はどうしましょうか ?30 代の若い女性をターゲットにするのはいかがでしょうか今、自分にご褒美とか、お一人様というのが流行っていますし、自由に使えるお金を持っている人が多いですから。うーん。 私は60代の女性を対象にした方がいいと思いますね。これからの日本はこの年代の方が増えてきますからね。自由な時間が多いですし。そうですね。どちらも時間に融通が効いて、経済的にも豊かな方が多いですから、両方の線で行きましょうか。そうしましょう。では、行き先はどうしましょうか。マーケティング部の調査によると、ヨーロッパを希望する人が5、60代で半数を占めていますね。 2 3 0代はこれまではアジアが多かったですが、このところヨーロッパが伸びてきているようですね。よし。じゃあ伸びしろのある方で決めようか。どんな旅行商品を開発することになりましたか 2> 1, 1 2 3 0代の女性を対象にアジア旅行。2, 2 5、60代の女性を対象にヨーロッパ旅行。3、2、30代と5、60代の女性を対象にアジア旅行。4、2、30代と5、60代の女性を対象にヨーロッパ旅行。